両国国技館。両国国技館は、日本の東京都墨田区横網一丁目にある、大相撲の工業のための施設。また、ボクシング、プロレースリングなどの格闘技の試合に使用されることも、ある。なお、両国国技館という呼称は一般向けの通称であり、正式名称は、国技館である。番付では、旧字体で国技館と表記している。年。 天保4年から公院で相撲工業が模様されていたことから、1909年、明治42年に、旧国技館は同境内に建設された。明治20年代、1887年から1896年、はじめ頃から安定した工業が開催できる、相撲常設館の建設が必要であるという意見が出て、明治30年代、 1897年から1906年となって常設館建設に動くことになった。その後、日本初のドーム型鉄骨板張りの洋風建築の建物となった。屋根は法隆寺近同を真似た。約1万3000人収容できた。開館当初は過小で翌年から国技館という呼び方が定着した。また、鉄柱308本と、 鉄材538トンで建造された大屋根が巨大な傘に見えたため大鉄山という愛称で呼ばれていた。その後、日本大学が日本相撲協会から旧国技館、墨田区両国を買収。1958年、昭和33年から1982年、昭和57年までの間は日本大学行動だった書小術。 コ港院の近辺には、旧国技館跡の説明板が建てられている。仙台は、現在の国技館とは異なり、京葉道路沿いの本所コ港院の境内にあった。1906年、明治39年6月着工、3年後の1909年、明治42年5月に竣工し、6月2日に開館式が行われ、6月場所より使用された。それまでは小屋掛け。 臨時に設備を設けて行うことによるエコーイン場所が行われていた。しかし6月場所の番付上は常設館とだけあってまだ国技館の名はなかった。6月場所は本来は5月18日より工業との番付が発表されており工事の遅延によって場所が延期となって6月開催となったという経緯がある。設計は日本銀行本店や東京駅。 浜寺公園駅の設計者として知られる、辰野金吾とその教え子火災一万つかさで、大鉄山の愛称は当時のデザインに由来する。工事費用は27万円。末席や苦戦席を含む1万3千人が収容可能で3千人程度しか収容できなかった、小屋掛け時代の3倍以上の収容能力となった。実際の収容人数は2万人以上ともされていた。 建物の内径は62メートル、中央の高さは25メートルあった。天候に関係なく、工業を打てるようになったことで、優勝制度が自然発生的に生まれたとする見方もある。こうして竣行した常設館の名称は、当初は設立委員会の委員長を務める伯爵、板垣大介が提案した、勝負館、勝負館が有力な候補となっていた。 ところが大の相撲好きだった作家のエミズ委員が、開館式の式次第のために起草した、披露文の中に、相撲は、日本の国技なりという一文を見た委員の一人、年寄りの三内をぐるま、元大関王土平はこれに、痛く感じるところがあり、土壇場になって名称に、国技館を提案した。この名称については5月29日の委員会で、話し合われたがまとまらず、 結局、開館式の直前になって、板垣の最終決定という形でこれを了承。これを受けて6月1日付の朝日新聞に、国技館を管理という記事が掲載された。午前5時の祝報に始まった翌2日の開館式は、空前の正解となり、土俵の中央に立った板垣が、国技館と命名されたことを高らかに宣言すると、会場は、拍手万来に包まれた。 翌3日付の朝日が国技と名付けられたる相撲道がい,いや栄に、栄へ行くべき随相とは知られたりと書いたように、相撲はここに、神事から国技へと変貌を遂げたのである。なお命名が最後までずれ込んだため当初の番付表などには、まだ両国元町常設館とあったが、翌年1月場所の番付表に初めて、本所元町国技館の名称が記された。 1917年、大正6年11月29日午前1時30分、1回売店福井県にあった、引けし壺からの出火による火災が発生。離れごまなどの消火により午前2時40分に、沈下するもエコーイン花売り場、コンドーも含め全焼した。損害額120万円、エコーイン12万円火災保険は、約13万円だった。使用不能の間は、 安国神社境内に仮小屋を建てて、工業を行った。新国議官は火災博士により屋根は、阿炎製にて設計され、1918年、大正7年7月に、自震祭、寄工式、1919年、大正8年4月3日に、鉄柱崩壊事故があるも、1920年、大正9年1月15日に完成、開館式を挙行した。 1920年、大正9年9月1日に再建工業したが、1923年、大正12年9月1日の関東大震災で、屋根、柱など外観を残して、再度消失。再建の結果、翌年の夏場所から工業を再開した。再建中、1924年、大正13年1月に、愛知県名古屋市で本場所が行われたこともある。 第二次世界大戦、太平洋戦争、大東亜戦争中の1944年、昭和19年、1月の初場所を最後として2月に、第二本帝国陸軍に接収され、風船爆弾の工場として使用された。このため5月、夏場所は、高楽園球場、番付には、小石川高楽園球場と、表記で開催されることになり、球場の中央に、 協会員の手で土俵作りが行われた。野外での晴天工業は、関西本場所を含めた年4場所時代の1932年、昭和7年10月場所以来のことであった。この場所7日目には日曜日で晴天とあって、大観衆8万人以上という空前絶後の記録で、スタンドまでぎっしり埋まった幕主大会は事前に国技館で開催した。なお、 同年11月にも、同球場で、秋場所が開催された、十両以上。幕下以下は別日程で、神宮外園相撲場、現神宮第二球場にて開催。翌年1月が玄関期にあたり、野外の工業が困難なため2ヶ月繰り上げて11月5日より、晴天10日間開催された。ちなみに、東京で11月に、本場所が行われるのは1872年。 明治5年以来72年ぶりであった。1945年、昭和20年3月10日、アメリカ軍による東京大空襲の被害を受けてまたも消失。そのため、同年5月23日からの本場所は、神宮外苑で晴天7日間の開催予定だったが、急校室服も例による後続の急中もや空襲で延期され、同年6月に国技館で、 昇意軍人将兵の招待以外は、非公開で行われた。日本相撲協会の工業史上唯一の本場所非公開開催である。大鉄山が空襲で破損したため、晴天7日間の工業であった、幕下以下は5月に春日のベ屋で開催。日本の幸福による第二次世界大戦敗戦後の1945年、昭和20年10月26日には連合国軍。 最高司令官総司令部 GHQ スキャプにより再度接収されメモリアルホールとして改装、改装された。改装は1946年昭和21年9月24日完了。改装前の1945年昭和20年11月中旬には焼けただれたままの国技館で戦後初の本秋場所が行われた。晴天10日間と 露天並みの工業だった。占領軍から本場所開催許可の一つの条件として、土俵を広げよという要請で、一場所限り土俵の直径を十五尺四点五五メートルから十六尺四点八メートルに広げさせられた。ただし一場所で十五尺に戻る。改装後の九百四十六年、昭和二十一年十一月には、小倉落としとして大相撲秋場所が開催されたが、 その後は接種会場まで大相撲でのメモリアルホールの使用は許可されることはなく、1946年、昭和21年、11月場所と11月場所終了後の第35代横綱双葉山引退披露が、旧国技館での最後の公行となった。以降は、プロボクシングやプロレスリングなどの会場として使用された。ちなみに、 日本初の公開プロレスは1951年、昭和26年9月30日にメモリアルホールで開催されており、大相撲を廃業したばかりの力道山がリングサイドで観戦。約1ヶ月後の10月28日にエキシビションながら同じメモリアルホールのリングに上がりこれがプロレスデビューとなった。また、全日本柔道選手権大会の会場にも使用された。 1952年、昭和27年4月1日の接種解除後、日本相撲協会が再び国技館としての使用を検討したものの、すでに、倉前国技館の建築が始まっており、また自動車用の駐車場などを設置する、場所的な余裕がないことから使用を断念、国際スタジアムに売却した。国際スタジアムでは、ローラースケートリンクとして、またプロボクシングや、 プロレスリングなどの会場としても利用された。国際スタジアムは、旧国技館を1958年6月に、日本大学に譲渡し、日本大学行動、または日大行動となる。日本大学を象徴する建物として有名になった。日大行動は、日大の行事よりも、プロボクシングやプロレスリング、コンサートなど多くの興業イベントに使用されていた。 プロレスでは、主に全日本プロレスが、東京でのビッグマッチに使用しており、1974年12月には、日本人で初めてウィ世界ヘビー級王座を獲得した、ジャイアントババのジャック・ブリスコとの初防衛戦が、日大行動で行われた。ボクシングでは、大場正夫が出場した、WBA 世界フライ級タイトルマッチ、他にも、和島光一と小熊昌治の世界戦が行われた。 1968年、昭和43年から1969年、昭和44年にかけて、全国で起こった全共闘運動の中で、日大における闘争の舞台、対大学当局全学大衆交渉としても使用された。1976年、昭和51年、大相撲からプロレスラーに転校した天竜玄一郎、当時はリングネームは単に、 天竜であったが、この日大行堂での全日本プロレスの興行において、断発式が盛大に行われた。日大行堂は老朽化のため1982年をもって使用中止となり、翌1983年、昭和58年に解体された。以降、日大の入学式、卒業式は日本武道館で挙行されるようになった。日大行堂 旧国技館は、幾度かの再建や改修を経つつも、1983年、昭和58年に解体されるまで、国技館当時の大鉄んの姿を現地していた。解体後の跡地には複合ビル施設の、両国シティコアが建設された。キーテナントは、劇場シアター、シアター会。わら、ペン文字の、X ではなく、ギリシア文字の、会であり、その他、オフィス。 住宅、レストランなどからなる。その中庭に,には、旧国技館の土俵の位置が、タイルの色で示されている。1985年、昭和60年1月場所より使用されている、現在の国技館は2代目であり、国鉄バス、東京自動車営業所、旧両国貨物駅跡地に建設された。新国技館は、地上2階、地下1階で、 総工費150億円は全て自己資金で賄った。建設計画発表から3年の歳月で1984年、昭和59年11月30日に完成。翌年1月9日、盛大に落成式が催され、千代の富士と北の海の両横綱による三段構えが披露された。その場所で千代の富士は全勝優勝、怪我を押して、 強行出場した北の海は一生もできずに、引退と明暗分かれる世代交代の場所となった。現在では、大相撲の本場所、引退相撲、NHK 福祉大相撲などで、相撲協会自らが使用するほか、新日本プロレスの GE1 クライマックス決勝戦、2014年を除くに使用され、1991年、平成3年から毎年11月に、公選、 ロボコンの全国大会、1992年、平成4年からは、毎年全日本ロボット相撲大会が開催されるほか、毎年2月には、国技館5000人の、第9コンサートが行われている。きらめく、青春南関東総体2014では、相撲競技の会場となった。2020年東京オリンピックでは、ボクシング競技会場として使用される予定となっている。 プロレス工業でのコケラ落としは1985年3月9日の全日本プロレス。当日のメインイベントはジャンボツルダ天竜源一郎対ロードウォーリアーズのインターナショナルタック選手権試合であった。しかし、輪島大志ら力士出身者の全日本プロレス入りが相次いだことなどから、全日本は日本武道館を主に使用するようになり、 両国国技館は新日本プロレスの会場として定着していく。新日本の初使用は1985年4月18日、当日のメインイベントはアントニオ猪木対ブルーザー、ブロディ戦である。だが、前年のイーワーグップ優勝戦クラマへ、国技館大会の暴動事件から日本相撲協会に気を使った新日本がトップレスラーのブルーザーブロディに、 入場コスチュームのチェーンの持ち込み禁止を通達、激怒したブロディがチョキを試合前に襲撃するという一幕があった、ブロディは結局チェーンを持ってリング入りしている。またブロディは3月の全日本両国大会にもチェーン持参で参戦している。しかし、1987年12月27日に、タケシプロレス軍団の登場に激怒したファンが暴動を起こし、その際に、 座布団を破ったり、設備を破壊するなどしたため、日本相撲協会から無期限使用禁止を言い渡された、1989年2月に解除。なお1991年の第1回 G1 クライマックス決勝戦において、長野正弘が優勝した際、リング上に大量の座布団が投げられたため以後、座布団の使用が禁止されている。現在は、 G1 クライマックスの最終3日間と年2回のビッグマッチに使用されている。一方の全日本は武藤刑事体制となってから武道館が使用できなくなったのもあり、プロレスラブイン両国と題した PPV 工業としてビッグマッチを再び両国で開いている。全日本から分かれる形で旗揚げされたプロレスリングノアは長らくビッグマッチを 武道館で開いていたため、両国を使用することがなかったが、2011年限りで武道館から撤退したため、2012年7月22日に初の両国大会を開催した。この大会では、力士出身である力子武士の引退セレモニーも取り行われた。1986年4月5日に、全日本女子プロレス、当日のメインイベントは、デビル、 マサミたいライオネスアスカの輪は世界シングル選手権試合が女子格闘技として初進出。女子プロレスでは全女のほか、JWP、LLPW、現 X、LLPWX がビッグマッチを開いていた。2007年2月の LLPW を最後に女子プロレス工業は行われなくなったが2012年4月29日にスターダムが初進出。 2014年10月11日には LLPWX が7年ぶりに開催された。2009年にはインディ団体の DDT プロレスリングも進出して両国ピーターパンと題したビッグイベントを夏に開催している。2012年は武道館を使用したが2013年は再び両国に戻し2日間にわたり開催。2015年には同じく インディ団体の第二本プロレスも進出、デスマッチを売りにしている団体であるが、蛍光灯、ガラス、画鋲など、破片灯が飛散する狂気の使用は禁止。過去には、近畿を拠点とする、ドラゴンゲートも東京における、ビッグマッチの会場として使用した時期がある、大田区体育館建て替えのための代替。現在は、建て替え後の大田区総合体育館を使用。FFF。 1998年解散、格闘探偵団バトラーツ2001年解散も会場として使用したことがある。2010年には、世界最大のプロレース団体、WWE の日本大会、WWERAW プレゼントサマースラムツアー2010が開催され、これ以降は2011年、同年3月11日発生の東北地方、 太平洋沖地震による東日本大震災及び福島第一原発事故の影響で12月に横浜アリーナで開催を除いて毎年夏季、おおむね7月から8月頃に両国国技館大会を開催している。2012年は WWE プレゼンツスマックダウンワールドツアー2012、2013年、2014年には WWE ライブが 2015年はザ・ビスト・イン・ザ・イースト、2016年は WWE ライブジャパンが開催され、2017年の開催も決定している。2010年から2015年までイグフが12月にイノキボム BAU 開催し、2012年以降はイノキボム BAU を大晦日加工業として行われていた。2015年11月15日には、 天竜玄一郎の引退興業が催された。ボクシングでは、浜田岳、定剣が出場した、世界戦、WBC 世界スーパーライト級タイトルマッチ3試合を、すべて両国国技館で開催。また、世界戦のみならず日本プロボクシング協会主催の、チャンピオンカーニバルで、1998年、スーパーフェザー級王者、小路、有沢、 総ー有沢アリサ VS 挑戦者、畑山孝則、横浜光の史上最大の日本タイトルマッチ、2000年フライ級王者、セデスコ・林、国際 VS 挑戦者、浅井隼人、緑、スーパー・ライト級王者、小野純一、新日本木村 VS 挑戦者、前田博之、角美宝石、王者、事 VS 挑戦者、玉木敦史、森口統合の5階級日本タイトルマッチ、 同時開催工業等も実施された。その他格闘技では、高田信彦が1991年12月には、インターナショナル、格闘技世界一決定戦と名打って、元 WBC 世界ヘビー級王者、トレバー・バービックに圧勝。その後も、極真会館、松井館長主催の、全日本空手道選手権大会と、全世界ウェイト制空手道選手権大会、パンクラス。 SRC, ザ・アウトサイダー、シュートボクシングなどで開催実績がある。他のスポーツ競技では、1985年の新、両国国技館会場の年に日本女子代表チームが出場したバレーボールの国際試合が開催されたことがある。2011年にはフィグ体操ワールドカップ東京大会の会場となった。2018年10月には、 プロ卓球リーグ、T リーグ開幕戦の会場として使用された。1986年4月29日には、内閣の主催により、昭和天皇御在位60年記念式典を挙行した。1992年には格闘ゲーム、ストリートファイター E。1993年には、そのバージョンアップの、ストリートファイター E ターボ。1994年には、さらなるバージョンアップの、 スーパーストリートファイター E、いずれもスーパーファミコン版の全国大会が行われた。同1992年12月6日には、ソニックザ・ヘッジホック2の発売を記念して、両国国技館発のビッグイベント、優勢セガワールドが開催された。バーチャレーシングや、ソニックに、ベアナックル2等のゲーム大会や、UFO キャッチャー選手権が開かれたりや、司会者に、マイケル・富岡。 ゲストに、ところジョージ、高橋由美子、大森歌えもん、大川工業、林原めぐみ等が出演した。メガドライブやメガ CD の新作ソフトの出品がラインナップされた。アイデア対決、全国高等専門学校ロボットコンテストという、高等専門学校のロボットの性能技術を競う、コンクールでは、1991年の第4回大会、テーマ、 ホットタワー以後、毎年全国コンクールの会場として使われており、地方コンクール全国8地区を勝ち抜いた、高先生の憧れの場、高先生の甲子園とまで言われている。また、年に数回程度、コンサートライブの会場として使われることがある。ライブ会場としてのコケラ落としは1985年3月31日に開催されたロックバンド外バンドの ビートニックツアーイン両国国技館、上記の国技館5000人の第9コンサートなどのほか、1988年秋にはアメリカのアイドル歌手、ティファニーのコンサートが催されたり、2007年11月22日に両国国技館では初のオールナイト音楽イベント、コネクト07が開催され、石の卓球、大沢真一らが出演した。 2018年11月には、ポール・マッカートニーが、日本ツアーの追加公演を、本人の希望で、国技館を会場として開催する。アニメゲーム関係では、2007年12月24日には、堀江由衣が声優としては、初めて単独コンサートを行い、2015年11月28日29日には、秋プラス作品のファンイベント、大役ア,アプラス祭を行い、 2018年10月6日7日には、それいけ、アンパンマンテレビアニメ放送30周年劇場版30作記念イベント東京公演を行った。年末年始は通常大相撲初場所の準備のため、会場菓子は行われないが、2009年の大晦日から2010年の元旦にかけて、 佐田まさが国技館発のカウントダウンコンサートを行い、上りの他に、各界関係者をはじめとする企業、個人などから150枚を超える検証幕が出された。2010年には、演芸コンテスト、M-1 グランプリの準決勝会場としても、使用された。2015年6月2日、ミュージシャンの星野源がリーダーを務めるインストバンド、セイクロックの、 解散ライブが開催された。またライオン、アミューズの株主総会も当地で開催される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。